んちゅーくんちゅー、はい、どうもこんにちはということでね、今回もクソゲやっていきたいと思います。ということでその前に、ちょっとねリスナーに騙されたから、うん、今でもね僕の動画をねこんなクソワコンしおりをなんか実況してる僕の動画を、見てくれるリスナーありがたいです、うん、でも騙されたからちょっと言わせてもらいます。コメントでね来ててね、俺がこうやってさ今もクソゲクソゲつまんねえよつまんねえよって言ってるじゃん、なだ、つまんねえよって言ってたらなんかランクマッチやればいいじゃんみたいないやそんな感じじゃないけど、なんかランクマッチやってくださいみたいなね、いろんな人、まあいろんな人って言っても4、5人かわからん、そういう人たちから来てて、ランクマッチですね、なんか楽しいと聞いて、なんかこんなね、まあ今もこのバカみたいに爆発で死んだじゃん、こんなこともなく、まあユイトリーもいないわね、なんかランクマと違って、あ違うランクマ、これランクマカジュアルと違ってウィットリーとかじゃなくて、みんなが勝利に、勝利目標にして試合をしてるから楽しいですよランクマッチはっていうね、コメントなどもいただきまして、まあ俺ランクマッチやってきたんですよ、うん、まあ結果はそうだよね、俺がこの背景の動画がランクマッチじゃない時点でさしてほしいですね、はい、ランクマッチいいよランクマッチいいよ楽しいよと言って言われてやってきたんですが、なんだあのクソゲー、嘘つかれましたリスナーに、悪質だなマジで、俺ランクマッチでわらわら2のところやってたけどさ、別にわらわら2はね、まあ、このゲームよりは楽しかったからわらわら2はだから別にランクマッチ行くこともなかったんだけど、まあ、ちょっと動画に上げたりしてたけどさランクマッチは、で今作なんでランクマッチやんなかったかっていうとね、なんか別に本当に興味ないし、ね、e スポーとか本当にもうこんな終わってる COD で e スポーとかやってる人まだいんのっていう感じでちょっとバカにしちゃってるんだけど、本当に興味ないしね、でもまあ こんな感じだからさ現状やばいから、ちょっと俺もそんなコメントでよランクマッチね言われるんだったら行ってみようかなって思って行ったら、まずですねカスタム作るよね、カスタムね見た感じなんか全然ね、あいいんじゃんと思って、これやるならいいじゃんみたいな、そんな壊れ武器とかもなくて、うん、これなら全然楽しめそうだなって思って、カスタム作って、まあ、夜の8時ぐらいか、うん、8時くらいにやってみて、ああまあ30分待たされたわ、うん、30分ですみんな30分、あリアルにこれ持ってない、いや持ってないっていうかむしろ、むしろもん30分以上か、多分30分って言ってたけど、うん、多分結構待った、俺動画見ながら見てやってて、あその動画が、15分の1本と、17分ぐらいの、1本丸々見て、ふと画面見たらマッチングしてなくて、これ進めてきたやつ頭おかしいだろマジで、お前ふざけんなよ、まあ本当ランクマッチ進めてきてたやついたけどさ、やめてくんない、そういう嘘つくの、嘘つくのやめてもらっていいですか、うん、でマッチングしたんだよそのね30分以上経ってから、そしたらなんか高知園ってずっと左に寝てて、あと変な他のマークも、2、3個出てて、もうあれなの全員俺がやむちゃで、他みんな悟空とベジータみたいな、みんな瞬ガイドしてんの、やむちゃしてんで、もう何も俺にはこの戦いついていけないみたいな感じで、みんな瞬ガイドしまくって、もう俺が弾打ってるはずなのに、このね右下の相談数が30発のままだったりとか、うん、打ってないことになってたりとか、グレ投げたら手をね何回もなんかこうやってみたいな、なんかわかる、手だけ動くみたいな、グレネード投げないみたいな、そんな感じでね、とても、なんなかったです。でその後もめげずにやってみたんだけど、またね15分ぐらい経った頃かな、うん、また2試合目やろうとして
やめました。俺はランクマッチよ。そっと。何してんだろう俺と思って。なんでこのゲームにさ、1時間近く、バカなことをやらされなきゃいけないんだろうと思いまして、ランクマッチをやめました。そしてもう二度とやりません。ふざけんなよ。マジで。おい。なんか、公開マッチよりも、ランクマッチの動画が見たいです。というか、公開マッチのダスハウス、シッペンとの動画はもう飽きた。とかさ、マルチに質求めるのはもう無駄だよ。なんでランクマッチやらないの？いい加減マルチの文句ばっかりの動画は飽きたよ。ぜひランクマッチの動画が見たい。なんやねんこれ。なんだったんこれ。え、アンチ？もしかして。俺にランクマッチ進めてきたやつ、アンチ？ね、だって、夜の8時だよ。別に深夜とかでもないしさ、一番人がいる時間じゃん、夜の8時って。それなのに、あんな、なんかもう、合計40分くらい待たされて、あげくの果てになんか、もう、超異次元試合を、体験させられて、もう二度とやんないわ。そもそもね、ランクマッチやってる人って、普通にもう、公開マッチ行った方がよくない？そんな。だって、全然マッチしないし、ねえ、よくマップもわからんし、でも装備がいい感じだったから、ちょっと楽しみと思ってやってみたら、あのありさまですよ。え、なんなん？マジで。もともと、ランクマッチって BO2 の時も、ワラ2の時も、クソカソだったんですよ。まあ、一部の e スポミンとかが、まあ、やるやつでやって、そんな別にね、流行ってないから。Apex とか他のさ、CG、Apex、オーバーウォッチとか、ホタイトとかランクマッチあるじゃないですか、ランク制の。COD って流行んないですよ、それ。全く。だからそれを分かってて、ウォーゾーンにも来ないわけでしょ、ランクマッチ制とか。で、まあ、俺はちょっとその、俺もね、さすがに、なんか、つまんないから、このゲーム。少しでも楽しもうって思ってね、コメント欄でランクマッチめっちゃ押されるから行ってみたら、いや、ありさま。何だったのマジで。あの時間返してほしいわ。すごい面白くなかった。面白くない以前に、試合にならないっていうかね、弾出せないからね、俺の銃。なんか、本当になんか五条悟と戦ってる気分だったわ。なんか、敵の VC からめっちゃ英語聞こえるし、ね、クソガキの、ワンシュートみたいな。なんでこれクソガキボイス聞きながら、ね、クソラグの中やらなきゃいけないんですか。あれ、もういや、二度とやりません。はぁ、あ。ということでね、ランクマッチが思んなかったっていう動画あるんだけど、それだけ相当にやばかったから、もう、もうこんなんでも値段しようって思うしかないんすわ。このゲームはもう、ネタがないから。ね、いろんなネタがないし、もう、まあ、正直ね、取りづらいです。あ、でもこの試合見てもらえればわかると思うけど、ウィットリーがね、全然いなくなりました。素晴らしい。たまに使ってるね、時代遅れの老害もいるけど、基本ね、あれです。全然いないです、ウィットリー。だから、普通にこうやってね、SMG で無双、あ、負けたわ。なんで負けんだよ、これで。はい、ということで、負けたんだけど、楽しいです。国会マッチは。多分ランクマッチより全然国会マッチの方がいいです、ぶっちゃけ。はい、ということでね、他にもダスハウスとかシップメント飽きたよって言ってる人もいたけど、まあね、同じマップばっかだからな。こう、なんかね、他にいいマップあったらね、俺もやるんだけど、別に、ないからな。イーグルネストとか、あと、なんだ、ホテルロイヤルだっけ？ロイヤルホテル？ちょっと、わかんないマップ名も他の。はい、ということで終わります。